愛するがゆえには2013年に公開されたロマンティックミュージカルドラマ映画。もう一スリーが監督を務め、アディティア・ロイ・カプール、シュラッター・カプールが主演を務めている。1990年に公開されたAashiquiの続編だがストーリーにつながりはない。2011年から制作が始まり、ケープタウン、ゴア州、ムンバイで主要撮影が行われた。マヘーシュバットとパラクマッチャール2011年9月、マヘーシュバットとブーシャン・クマールがAashiquiのリメイクを熱望していると報じられた。クマールはAashiquiの監督を務めたバットに接触し、シャグフタ・ラフィークの書いたメロドラマ的な脚本に続編の可能性があると説得して制作を承諾させた。Aashiquiはインド映画史上最も優れたミュージカル映画の一つに挙げられており、多くのメディアはリメイク発表を否定的に報じ、スタッフがオリジナルと同じクオリティのサウンドトラックを作ることができるのか疑問視した。メディアの疑問に対して、バットはAashiquiがやってのけたように、愛するがゆえにでメロディアスな映画音楽の時代を復活させると宣言した。監督にはマドゥール・バンダルカルが検討されたが、彼は別の企画に参加するためオファーを断っている。2011年11月には、ブラッド・マネーの監督ビシャール・マハドカールの起用が報じられたものの、翌月には彼に代わりもう一スリーが監督を務めることが発表された。これについてバットは、以前は企画のためにビシャールを呼びましたが、私たちはその考えを捨て、フレッシュな人物を発見しました。私たちはモヒートを監督に選びましたと語っている。複数のメディアでは本作をバットの監督作、アオーガイのリメイクと報じていたが、バットは愛するがゆえにはリメイクではなく、脚本はオリジナルです。それは成熟した感情を扱う。現代的なラブストーリーですと報道を否定している。シュラッターとアディティアキャストには知名度のある俳優を起用することを避け、新しい俳優を探すために全国的なオーディションを行った。しかし、オーディションでは条件に合う俳優を発見できなかったため、この方針は撤回された。バットは、それは悲惨なタレントハントでした。私たちはオーディションに参加した人々に度胸が欠けていることを発見しました。アマチュアな人々はオーディションに行きました。一定の才能のある人はなぜリスクを負わないのかと語っている。スーリーはアディティア・ロイ・カプールの写真を見て彼に会った際、主役として完璧だと判断して起用した。2012年6月にシュラッター・カプールがヒロイン役に起用された。バットはキャストについて、シュラッター・カプールは、二人の青年をアディティア・ロイ・カプールと、シャード・ランダワをリードする役割です。私たちは、彼女の素晴らしい才能を発見しました。三人の俳優は、全員、非常に挑戦的で、ドラマティックな役柄ですと語っている。スーリーは、知名度のある俳優を起用したことについて、人々は、新人俳優と映画を作っても観客は来ないと言いました。しかし、アディティアとシュラッターが私の映画で主役を演じたいと思っていることは確信できました。私と脚本家のラフィークは彼らを主役として見ていました。アディティアとシュラッターは過去に失敗作に出演していたかもしれませんが、二人の才能を奪うことはありませんでしたと語っている。2012年10月から主要撮影が始まり、ケープタウン、ゴア州、ムンバイで撮影された。南アフリカ共和国での撮影中、シュラッターは床にひざまずいてアディティアと会話するシーンを撮影した際、誤ってガラス片の上にひざまずいてしまい、治療を受けることになった。また、アディティアもケープタウンでの撮影中、中国の灯籠を照らすシーンで火傷を負っている。宣伝コンサートに参加するスタッフキャスト2013年3月23日に最初の予告編が公開され、批評家や視聴者に好評された。予告編を最初に公開する他の映画とは異なり、本作では予告編よりも先に楽曲を公開した。最初に公開されたタブ、ハイホは視聴者から高い人気を集め、公開10日以内にYouTube の再生回数が200万回を記録した。SNS ではアマチュア歌手やギタリスト、DJ などが様々なバージョンのタムハイホの演奏動画を公開しており、YouTube や Twitter で流行した。4月8日にはアディティアとシュラターの映画ポスターが他の楽曲と共に公開された。楽曲の公開イベントでは2人が映画のシーンをステージ上で再現している。同月中旬には劇場用予告編が公開され、批評家や視聴者から好評された。ボリウッド映画はプロモーションに数ヶ月間かけるのが一般的だが、本作がプロモーションにかけた期間は3週間ほどだった。また、楽曲を手掛けた歌手が参加する宣伝コンサートが開催された。制作者は映画のジャケットを発売し、映画を象徴するシーンの彫像を作り、各劇場に配置した。公開日はロマンティック映画の内容に合わせて2013年2月14日を予定していたが、制作の遅れから延期された。公開日は5月10日に変更されたが、最終的には4月26日にインド全域の2800スクリーン以上で公開された。映画はイギリス、アメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランドなどの主要海外市場では公開されなかった。アディティア、スーリー、シュラター公開初日には5250万ルピーの収益を上げ、初週末の興行収入は1億7920万ルピーを記録した。公開第1週の興行収入は3億4650万ルピーとなり、公開第2週には興行収入4億7000万ルピーを記録した。公開第3週の興行収入は6億3500万ルピーとなり、2013年公開映画の第3週興行収入の最高額を記録した。公開第4週の興行収入は7億1000万ルピーとなった。ボックスオフィスインデアは3週間の興行記録から愛するがゆえにをスーパーヒット作と宣言し、5月20日には当時のボリウッド映画の興行収入ランキング第2位、ビシェシュフィルムズ制作作品で最も高い興行収入を記録した。公開第5週には5750万ルピーの収益を上げ、公開第6週の合計興行収入は7億8000万ルピーを記録した。海外市場ではアラブ首長国連邦とパキスタンのみ公開され、公開初週末の興行収入は15万ドルを記録した。最終的な映画の合計興行収入は約10億9000万ルピーとなった。ありがとうございます。